佐藤ゆかりが見せる新しいムーブメント、世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。無限に広がるフレッシュな世界、新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイシーズ。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りします。フレッシュフェイシーズ in the case of ゆかり佐藤。小さい頃から和紙の工場の近くで育っていて、和紙の持つイメージっていうのが重厚感っていうのがあったんですね。もっとこうモダンに何かこう軽やかな要素っていうものを和紙に持ち込めないかなって。美しく機能的、佐藤が作り出す和紙はインテリアや建築の新しい素材として注目されている。時代時代にデザインが生まれるっていうことは、伝統を守りつつも革新を常に起こしてるっていう。和紙の原料楮に湿度調整ができるゼオライトという素材を溶け込ませた和紙デザイナー佐藤の和紙は、レースのように軽やかな表情を持つ。木枠に糸を張り、それをすくことで生まれた独特なデザインだ。手法としてはこう和紙を作る手法ではあるんですけども、私としてはゼオライト和紙という一つの素材として扱っているかなっていうところがあって、そこにこれまでなかったような最新の技術を持ち込んだり、新しい形状を生み出したり、そういったチャレンジをしていくことにとても興味があるので。新しいこと、変わらないセオリー。ロンドンでモデルをしていた一色の経歴、当時感じた文化と感性の違いが和紙への深い理解につながる。日本人特有のその感覚っていうのは、和紙だったり木だったりの中で生活してきたっていうことであるのかなって思うんですけども、和紙の素材がこう脆かったり弱かったりっていうことが、日本人にとって物を大切にしたりする感性だったりとか、こう柔らかく優しく動くとか、そういうところにつながっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですね。はい。フレッシュフェイシーズ、その先は本質的な美しさはちゃんと残しつつ表現していくってことがすごく大切なのかなっていうふうには思うんです。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りしました。